皆さん、こんにちは。社会問題にコミカルに切り込む作品を発表した映画監督伊丹十三さんですが、その死因には今でも多くの謎が残り、他殺説もささやかれています。今回は伊丹十三さんの嫁や息子、死因が自殺とされた理由、他殺説と真相をまとめました。まずは伊丹十三さんのプロフィールからご紹介します。本名池内義弘、生年月日1933年5月15日、出身地京都府京都市右京区、身長180センチメートル。伊丹十三さんは映画監督伊丹万作さんの長男として、京都府京都市右京区鳴滝線谷町で1933年に誕生しました。1938年末に父親の仕事の関係で一時東京都世田谷区に移住しますが、1940年に再び京都市に戻り、戦時中はそこで過ごしています。その後1950年に愛媛県松山市の寺院多聞院に移り、そこで母と妹と暮らすようになります。1954年3月、愛媛県立松山南高校を卒業した後に大学を受験するも失敗、上京して新東宝編集部に就職します。映画編集の仕事を経た後、一時は商業デザイナーとして働いたこともあったそうです。1960年には映画会社のダイエーに入社し、伊丹一美の芸名で俳優活動をスタートさせました。1961年にダイエーを退社した後、1963年の映画北京の55日、1965年の映画ロードジムなど海外映画に出演、チャールトン・ヘストンら世界の大スターとの共演が話題となります。この頃、海外映画出演時の経験などをまとめたエッセイ集ヨーロッパ退屈日記を発表し、大ヒットとなります。そしてその後も次々とエッセイ集を出版し、エッセイストとしても活躍の場を広げています。1967年に公開された大島渚監督映画日本春夏行で共演した女優宮本信子さんと結婚、この年に芸名をマイナスからプラスに変えるという意味を込めて伊丹十三に改名。この頃から国内での俳優業に力を入れ始め、名脇役として映画やドラマなどで活躍しました。1970年代にはテレビ番組制作会社テレビマンユニオンに参加、ドキュメンタリー番組を中心として映像制作の分野にも進出。1977年からはワイドショー番組アフターヌーンショーのコーナー、未解決事件シリーズのレポーターを担当するなど、マルチな活躍を見せています。1984年51歳の頃に映画監督に転身、同年初監督映画お葬式を発表すると大ヒットを記録しました。日本アカデミー賞など30を超える映画賞を獲得し、高い評価を得ました。その後もタンポポ、マルサの女、民謡の女、マルタイの女など自身の経験や社会問題を問いつつ、コミカルで娯楽性に富んだオリジナリティあふれる作品を次々と発表。伊丹映画という新ジャンルとして認められるほどの独自の世界観を作り上げたのでした。伊丹十三さんは若い頃、世界的にも著名な映画制作者河北長政さんの娘である河北和子さんを嫁にしていました。しかし1966年10月26日に協議離婚し、1967年に映画日本春夏行で共演した女優宮本信子さんと再婚しています。宮本信子さんはお葬式、タンポポ、マルサの女、民謀の女、スーパーの女、マルタイの女など伊丹十三さんが監督したほぼ全ての映画作品に出演しています。嫁であると同時に映画制作における最高のパートナーとも言える存在でした。そして伊丹十三さんと宮本信子さんの間には2人の息子がいます。長男の池内万作さんは俳優として活躍しており、 NHK 朝ドラ
アグリやどんど晴れ、 NHK 大河、利家と松など数々のテレビドラマや映画作品への出演歴を持つ一流の俳優です。そして2024年現在も俳優として活躍されています。もう一人の息子で次男の池内萬平さんも若い頃は俳優として活動されていました。現在は俳優業は引退し、伊丹プロダクションの取締役や伊丹十三記念館の評議員として活躍されています。映画監督として確固たる地位を築き上げた伊丹十三さんでしたが、1997年12月20日に突然この世を去っています。同日午後6時40分頃、伊丹プロダクションの事務所として使っていた東京都港区麻布台のマンションの下で屋上から飛び降りたとみられる伊丹十三さんの遺体が見つかったのです。事務所マンションの室内からはワープロで打ったとみられる遺書らしきものが複数残されていたことや、室内に争った形跡がなかったことなどから警察は自殺と断定しました。しかし伊丹十三さんをよく知る人物たちの証言から、自殺と見るには不自然な点がいくつも浮かび上がり、その死には現在でも強い疑惑が持ち続けられています。伊丹十三さんの死因は警察によって自殺と断定されました。しかし自殺報道を受けて複数の人物から自殺を疑問視する声が上がりました。妻の宮本信子さんはスポーツ紙の取材に対して、そんなことで自殺する人ではないと、自殺と断定されたことに対して疑問を呈しています。また伊丹十三さんをよく知る映画監督の大島渚さんや落語家の立川談志さんは、不倫報道ぐらいのことであいつは自殺しないと揃ってこの自殺断定に対しての疑問を唱えています。さらに週刊誌の記事によれば、記者に不倫疑惑を問われた際、伊丹十三さんは笑いながら、妻に聞いてみればいい、いつものことだからと軽く答えたのだそうです。このように伊丹十三さんに疑惑報道を深刻に考えている様子が見られなかったことも、伊丹十三がこの程度で自殺するはずがないという大島渚さんらの発言に真実味を与えています。またレタリングデザイナーとして一流を自負し、自らの書き文字に人一倍のこだわりを持っていた伊丹十三さんが衣装を自筆ではなくワープロで書いたことはあまりにも不自然との声も、残されていた遺書は何者かによって偽造されたものなのではないかという疑惑へとつながったのです。まず伊丹十三さんの死因が自殺と断定された理由としては、ワープロで打たれた遺書らしき文書が見つかったことや、室内に争った形跡がなかったことなどが挙げられています。実は伊丹十三さんが亡くなった2日後に発売された週刊誌に、目撃殺伊丹十三監督が援助交際とのタイトルの記事が掲載されています。記事では伊丹十三さんが当時26歳の OL 英子さんと不倫援助交際疑惑が書かれており、伊丹十三さんとこの英子さんが2人で事務所に出入りする様子を捉えた写真も掲載されていました。その後一部週刊誌が続報として、この英子さんが SM クラブに勤めており、伊丹十三さんが SM クラブ通いをしていたとの疑惑も報じています。この一連の週刊誌報道の内容と伊丹十三さんが残したとみられる遺書らしきものの内容から、伊丹十三さんはこの報道への抗議のために投身自殺を図ったと推測されたのです。伊丹十三さんの死因が自殺と警察により断定されたことに多くの疑問の声が上がる中、伊丹十三さんは本当は他殺だったのではないかとの疑惑が浮上しています。伊丹十三さんの死因が他殺という噂について紹介していきます。伊丹十三さんは1992年暴力団による民事介入暴力をテーマに取り上げた作品「民謀の女」を発表しています。そして公開の1週間後に自宅の近くで刃物を持った5人組の男たちの襲撃を受け、顔や腕などを切りつけられ全治3ヶ月の大怪我を負っています。その後伊丹十三さんを襲撃した5人組は
警察の捜査によって山口組系後藤組に所属する暴力団構成員だったことが判明します。民謀の女は暴力団からの不当な暴力に対して市民が勇気を持って対抗するための方法がコミカルながらも緻密に描写されています。折しも公開の2ヶ月前に施行されていた暴力団対策法をプロモーションしているかのような内容でした。そのため伊丹十三さんが暴力団構成員からの襲撃を受けた事件はこの映画の内容に対する暴力団からの報復行為だったと見られています。こうした過去のいきさつもあり、伊丹十三さんの死の真相は暴力団関係者によって自殺に見せかけて殺害された他殺なのではないかとの疑惑が浮上したのでした。伊丹十三さんは死の5日前まで医療廃棄物問題についての取材に取り組んでいました。伊丹十三さんは本来は法律にのっとって適切に処理すべき医療廃棄物を一部の医療関係者が空き地などに不法投棄していることを突き止め、その真相を追っていたようです。伊丹十三さんはこの取材を通じて薬害エイズ事件並みの大スキャンダルにたどり着いており、これをテーマにした映画の構想を練っていたと噂されています。そしてそれを表に出されては困る勢力が自殺に見せかけて伊丹十三さんの殺害に及んだというのが真相ではないかとの説が浮上しているのです。伊丹十三さんがこの時取材した内容は NHK によって再構成され、伊丹十三さんの死の3ヶ月後の1998年3月31日、伊丹十三が見た医療廃棄物の闇として NHK 総合で放送されています。また伊丹十三さんの遺体からは大量のアルコールが検出されており、マンションから飛び降りた時には昏睡状態だった可能性が指摘されていました。これも他殺説を裏付ける根拠の一つに挙げられています。つまり伊丹十三さんが何者かに無理やりアルコールを大量摂取させられて昏睡状態になり、屋上に連れて行かれて突き落とされたのではないかとの仮説が唱えられています。さらには死をもって身の潔白を証明するという遺書は誰かに殺されたを意味する暗号で、伊丹十三さんさんは生前妻の宮本信子さんだけにそれを伝えていたとも言われているのですが、真相は分かりません。ただ伊丹十三さんさんのパソコンには宮本信子さんの写真が呼び出されていたことから、死の直前宮本信子さんの写真を見ながら遺書を書かれていた可能性も高く、自ら犯人に提案して遺書を書かれたのか無理やり書かされたのかは分かりませんが、いずれにしても伊丹十三さんは宮本信子さんに最後のお別れをされていたのかもしれません。社会的メッセージを小気味良いコメディ調で描いた数々の作品を残し人気を博した映画監督伊丹十三さんについてまとめてみました。伊丹十三さんは映画監督として確固たる人気を獲得し活躍されていましたが、1997年12月20日事務所として使用していたマンションから落下して突然この世を去りました。事務所に遺書のような文書が残されていたことや争った形跡がないことなどから自殺と断定されました。しかし伊丹十三さんをよく知る人々からは伊丹十三が自殺するはずがないとの声が多数上がります。そしてその他にも不可解な点が複数あったことから、その真相は自殺に見せかけた他殺なのではないかとの疑惑が浮上しました。その奇才ぶりは映画ファンから深く愛され、20年以上が経った現在でもその死を惜しむ声が止みません。伊丹十三さんが残した名作の数々は今後も語り継がれていくことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。